はい、どうもサッカンです。パワーメジャー2009続きやっていこうと思います。前回5月のレイズ戦やったと思うんですけども、今回からですね、なんたらリーグなんだっけ、交流戦みたいな、インターリーグをやっていこうかなと。まあといってもすぐ終わるんだけど、レッズ戦いきましょうかね。まずはフリーなんで趣味でもしようかな。音楽してみようか。いやでも全部バスケでやってある程度上手くなってにしようかな。バスケしよう。上手くなってる。なんかドリブルばっかだけどシュートいいのかな。さあ試合行きましょう。レッズ戦。レッズ日本人いたことないですよね。見た目がカープなんでね、日本人選手もあんまテンション上がんないんじゃないかなって思うね。ほんとカープそっくりだからな。で4番ですね。相手、あ、クエトってあれかな、あのクエトかな。オハイオ州シンシナティのグレートアメリカンボールパークです。皆さんお待たせしました。メジャーリーグでは1997年から始まりました交流戦、インターリーグは今年も始まりました。1997年から始まって、シンシナティレッズ対結構新しいな。インターリーグの模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。センタータベラス、スターティングラインナップが出ています。お、ファーストはジョイボット。ファーストを守りますジョイボット、メジャー3年目のシーズンを迎えます。3年目なんだ。カナダ代表。さあ打てるか。今シーズン絶好調の、ちょっとクエト見ましょう。ヒットの数では現在両リ、現在打率は4割3分1厘。なんか飛び飛びだな音声が。ああ、やっぱそのクエトだね。この頃からこんな高いんだ。クイックは3だな。あの謎クイックはいいのか。あ、ボールか、よかった。ストライクかと思った。結構広いからね。さあ2球目直球しました。あー、超えなかった。打球結構速かったからいけるかなと思ったけど、今日はなんかノーヒット臭いな。まずいからヒット狙おう。今シーズンは好調なバッティングを見せる高橋、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。今日2打席目ワンバウン、オッケー。高橋、まあまあカウント的にもランナーいなかったし、ワンアウト。なんかあんまチャンス来ないな、4番なのに。今シーズンは好調なバッティングを見せる高橋、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。現在打率は4割3分2厘。わ、行くんだこれ。どうだ、入るか。飛ぶな。オッケー、21号。すげえルーキーだな。まあ34だけどね。来た。いや本当にチャンス来ないな。今日はマルチヒット、クエトがすごい抑えてんだね。現在両リーグトップに立っています。現在打率は4割3分。いった、真ん中辺来たらやっぱ打てるわさすがに。オッケー、よし。悲しいかな、ソロばっかなんだな。まあ負けましたけどね。カープだよな、マークは完全に。マークとか厳しくなるのかな。結構疲れがね、たまるね。うん、オッケー。パワーがやっぱ上がるな。パワー A にしたいけど結構遠いな。どんぐらい上げたら A になるんだっけな。190ぐらいだったっけな。10上げればいいのか分かんないけど、分かんない。うん、絶不調ですね。
そ、うん、どうしよっかな。あーまあ、趣味してもいいかな。ちょっと待てよ。どれで見るんだっけ。能力かな。あ、違うな。あ、あった、趣味情報あった、あった、あった。F か。バスケね、やってみるか。あんま上がんないんだよね、メジャー。すごい体力減んのに。一旦右に振ってから左に切り返した。ダメだ。相手を抜くって相手いないんだけどね。お、ナイトゲームですね。行きましょう。これインターリーグが終わったらまた別のとこ飛ばそうかな。前は5月やったんで、まあ6月行こうか。さあ試合だ。4番でしょうか。これ3番がいいんだよね。なんか3番がしっくりくる。ナショナルリーグ中地区、シンシナティレッズの本拠地、グレートアメリカンボールパークです。お待たせしました。はい、始まりました。97年から始まりました交流戦、インターリーグは今年も始まりました、うん、今日。それでなんか前も言わなかったか。うわ、またチャンス来ない。だいたい1回でも三者凡退なんだろうな。リンカーン、今シーズンは好調なランキングを見せる高橋。ヒットの数では、そんな名前付けられたくないな。しかもアメリカで。さあ1球目ボールから、カットファースト、外れてボール、ノーストライク2ボール。こいこいこい、いったか。まだ伸びる。うわ、オッケー。今のはいいんじゃない。今のは良かった。ちゃんとボール見て、うん。また飛ぶな。いいな、ボット。かっこいい3番とか。3番、かっこいいと思うんだな。ホームランを放った高橋。ヒットの数では現在、両リーグトップに立っています。今日2打席目。外角高めいっぱいセーフ。入ってる、これ。厳しい。真ん中打った。ダメだ。レフト掴みました。ツーアウト。高橋。グレートアメリカンボールパーク。すげえ名前。今日1打点の高橋、ヒットの数が現在両リーグトップに立っています。一打同点のチャンス。わあ、ファール。飛び込んでいった、ファールボール。さあ2球目、高めギリギリ。何、ツーストライクノーボール。ヒット狙い、インサイドアウトして左、ツーシームやろ。オッケー。ワンバウン、三塁へ送る。ハフナー、送球の間にホームへ。よーし、オッケー。まあ、最高の結果はホームランだったろうけど、それに次ぐぐらいの結果を残せたかな。今日はマルチヒット高橋、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。これがね、入ってるって感覚がしないでボールって思っちゃうんだよ。1球目ストライクから、外角高め打った。ヒット、あ、嘘。うわー、抜けない。ワンアウトです。なんてフィジカル、壁のようだ。起きた。わあ、今日なんかはちょっと面白いね。いろいろ展開があって。ローズ、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。日本ではなかなかに馴染み深い名前。さあボールワンから流し打ちは行ったか。伸びていった。オッケー、いいね。ただ打ちすぎな気もするけど。うわ、危な、後半。OK。勝ちましたね。勝ったね。うん、OK。得点がちょっと卑猥だけどね。うわ、減るなぁ。でしょう？文句つけようとしてたところが怖いわ。
構威圧感がたまるね。さあ、あ、いきなり試合、あと何試合、あ、これで最後ね。次はどこまで飛ばそうか。ホワイトソックス戦まで行こうかな。ニュースではホワイトなんたら戦言ったけど、 NHK のニュースでとんでもないこと言ったけど、言い間違いだけどね。ホワイトソックスはなんか観客動員があんまないみたいなデータ見たな。一番なんか少ないのがタンパベイレイズでなかったかな。さあ飛ばしますよ。ここボルケス、今シーズンは好調なバッティングを見せる高橋、ヒットの数では現在両リーグトップに立つ。これができるようになったらもうこちらのもんだ。ちょいずらしで打てたら OK。 お、チャンス。どうしよっかな、ホームラン狙うか。ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。やべ、あー、やっちまったー。あのフライ上げようと思ったんですよね、最低でも。だから強振でいったんだけど、まさかあんなボンミス。やっぱ気合い入れるとダメだな。だらーっとやった方がいいな。では現在両リーグトップに立っています。現在打率は4割4分、まあ、ソロホーマーですね。さらに伸びる、オッケー。ん、チャンス。お、この角度面白いな。きた。今日ダブルを放っている高橋、前の打席は追加点となるソロホームラン、一打勝ち越しの場面を迎えています。マジか、当たりは悪くなかったけどな。これ評価下がるのかな。お、チャンスだ。なんかチャンスに弱いな。今日ダブルを放っているホームラン打つか。ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。インディアンス追加点のチャンスを迎えています。さあ、ワンボールから直球打った、ダメ。セカンド取った、二塁へと。ダメだな、評価下がんのかな。いやー、チャンス全部潰したような気がするんだけど、評価は。うわうわ、プラマイゼロか。あらら、まあ、でも妥当か。いや、打てんかったね。やっぱチャンス弱いな、どうしてもプレッシャーに弱いわ。体力やばいぞこれ、疲労たまるやん。これどんだけたまんの。お、パワーメジャースポーツの時間です。先週の週間 MVP が発表されました。あら、また私デレクリー5割打ってるけど。はい、どうも。いいじゃない、これ。イチロー以来でしょ、この衝撃は。で、飛ばしましょう。で、ホワイトソックス戦とこまで。まあ、ツインズでもいいけど、ツインズっていないよね、西岡はまだ。4日終了。あー、どうしようか、ドラフトのとこまで行きたいな。ロイヤルズとやろうか。で、ロイヤルズやって、で、あ、いや、ロイヤルズやってカージナルスで、ここ見るを決まるからやっていこうか。はい、パワーメジャースポーツの時間です。オールスターファン投票、ア・リーグのオールスターファン投票ね、うん。マウア、テシェイラ、
うわ、ミゲレラ3位なんだ。三塁手がアレックス・ロドリゲス。アラミス・ラミレスからね。A ・ラミレスって書いてある。ロバーツ・キンスラー。うわ、外野手部門すげえな、あれ。高橋。お、で、インディアンス。サイズも。へぇ。いいね。わ、ジーター抜いてるってすげえな。さすが。スター性じゃ負けんな。さすが巨人軍出身。今日は確か、ドラフトじゃなかったかな？ドラフトですね。ちょっとそのドラフトのイベントかなんかあるかもしんないんで、試合をやっていきましょう。もうロイヤルズやってんだけどね、一回。あんまり変わり映えしないからやってもしょうがないかなと思ったんだけど。まあ、首位攻防対決かな。今2位なのかな？え、相性いいの？あ、そうですか。なんで？あれ、そんな打ってるかな？あんまイメージないけど。お、セカンドになんか、アジアの、なんか見たことあるけど名前読み方わかんないんだよね。まあ、行きましょうか。はい、来ました。打てるかな。まあ、ツーアウトだから気楽に行こうよ。オッケー、早かったねー。オッケー。あ、そっか、センターにクリスプがいるんだね、ここ。いやー、気楽になるね、これ。やっぱヒット一本打つと、やっぱ、あとは、いいかな、適当でってなるからね。なっちゃダメなんだけど。さあ、ホームラン打ちたいね。球が遅いな。いったろ。30号。もうこの時点で30号。まあ日本にいる時もガッツがもう早い段階で30号打ってたけどね。いやー、いいね。これ途中でなんか選手参加させるとかできないのかな。いったろ。いったろ、オッケー。パンパン飛ばしていくわ。基本同じなんでね。さあ、打てるか。危ない、オッケー。いや、それね、入ってるって感覚ないんだよ、本当に。あ、ボールだって思ったら入ってんだよね。ボールか。あー、打てなかった。ピッチャーと野手じゃ感覚違うけど、どっちが本当なんだろうか。ストライクゾーンが広いか狭いかっていう話なんだけど。30号、OK。確かに相性はいいかもな。でしょう。お、30号1番だよ。ん？あ、もらってないっす。あ、マジですか。なんかアメリカの選手ってあんまこだわりがないようなイメージがあるけど。あ、ジョンさん？いつもどうも。あの、野球道具の提供の件で、紹介したやつがいるんですけど、ええ。ええ、そうです。そうです。はい、じゃあ、お願いします。まあ、ルーキーだからは、やつ扱いでもいいけど。あ、そうですか。あ、こっちが尋ねんの？嘘。結構不調なんだけど。2本ホームラン打ってんの。ジョンさんにかけろって。じゃあ、電話かけてから行きましょうか。大栗山田トリプル A か。
ジョンさん、あれ？え？ジョンさん？ん？なんか俺が、ま、読み間違えた。あ、訪ねてくるか。あー、なるほどね。あ、びっくりした。じゃあどうしよっか。アイテムを。ほんで、料理しようかな、料理。うん。なんか料理できたら、体力回復しやすくなるとかないかな。危な！なんか危ねえな。どうやって包丁持ってんのあれ。身の大半がなくなるほど無残な仕上がり。入門書買ってこいよ。うわっ、何あれ、ツインズ対アスレチックス30対7、すごいな。何の試合なんだ、野球じゃないよな絶対あれ。なんかラグビーとかの試合みたい。うん、パーミジャスポーツ。あ、ナリーグ。あ、そういえばアリーグでイチローが入ってなかったな、ファン投票で。日本人俺だけだったな。あら、こっちでも日本人は不在。ベルトランとかまだやってるな確か。ダン、へえ、ハンリー・ラミレスとかもレッドソックス行ってますね。インディアンスに指名された選手はご覧の通りです。コンラッド・アビレス。コンラッド、これも2巡しか選ばないんだよ。もっと指名されるけどねメジャーって。それこそマイナー組織がねでかいんで。ちょっと見てみようか。どこで見るんだ。あ、これか。それにしても入っていきなりトリプル A とは。コンラッド、あ、あった、コンラッド。いまいちだな。これ送りか。あれ、あ、アビレス。アビレスいいね。へえ、クローザー候補かな。さあ、ここ飛ばしていきましょう。ここまで、終了まで。相手はカージナルス、デーゲームですね。さあどうなるか。田口いるのかなこの頃って。もう移籍してんのかな。カブスかな。どこだっけ。お、モリーナがいますね。プホルス。他わかんねえな。じゃあ行きましょう。さあこちらはプログレッシブフィールド。皆さんお待たせしました。ホームですね。今日はここプログレッシブフィールドからクリーブランド。プログレッシブフィールド。実況は私谷口。一応サムネイルもプログレッシブフィールドなんだけど。来ましたね。お、チャンス。今シーズン絶好調の。うわ、モリーナだ。今シーズンすでに4本の満塁ホームランを打っています。現在3試合ヒットが続いています。いったね。オッケー。これ来年が怖いな。こんだけ打ってたらなんか嫌な予感するな。第32号逆転ツーラン。オッケー。結構真ん中来るからね。時々来ないんだけどね。本気で攻めてくるときあるし。まだルーキーだからちょっと舐めてるのかしんないけど。今シーズンすでに4本の満塁ホームランを打っています。今日2打点を挙げています。ダメだ。センター落下点アンキー。今なんか真ん中赤くなってたけど。ツーアウトか。ヒットかな。あー、これそんな角度で見んでも。さあ、
わしゃ打つよ。今シーズンすでに4本の満塁ホームランを打っています。オッケー、打った。いやー、打てた打てた。あ、いけたな、三塁。いけたわ、三塁。オッケーオッケーオッケー。そのズームいいよ。あ、でも無理かな。サイクルヒット打ちたいんだけどな。今日ダブルを放っている高橋。前の打席は勝ち越しのタイムリーツーです。インディアンス追加点のチャンスを迎えています。ワンアウトか。さあボールワンから真ん中打った。行ったか。いや行かないな。インディアンスリードを2点に広げました。走れ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 、間に合うか。よし、インディアンスこの回2点目。さあ来るだろう。来た。今日なんか多い、打点がすごいぞ。あ、やっぱ赤くなってる。長打を期待するファンの声援が響いています。現在の打率ダメだ。あー、ダブルプレー。負ける。あれでピッチャー打たれるな。結構おい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 。さて今日のプレイヤーオブザゲームはグルジラネック。難しい名前が。うん、まあ負けたんだけどね。デーゲーム2試合だ。おお、でしょ。毎回言うな、そのホームランの時のってやつ。忘れてんじゃない、前言ったこと。お、ルーキーが挨拶に来るぜ。ルーキーのアビレスです。26歳。うわ、メジャーっぽい。ポジションは投手。コンラッド25歳。ポジションはライト。かけよう。アビレス先輩よろしくお願いします。そんなのあるのかな、アメリカに。何でも相談してくれ。あ、ジョン。うわ、ジョン、なんだそのイケメンだな。あのサクセスの進藤さんみたい。ん、野球用具メーカー、ミゾット。ミゾットジョンにも見えるけど。ああ、そうですか。ミゾットスポーツはアメリカ支社かな。え、なになに、よく聞いてなかった。あ、ついてお願いします。ああ、そうですか。え、ファーストミットとかもあんの？キャッチャーミットとかはないんだ。へえ。まあ一緒ですね。どうしようかな。バット結構折れるしな。うん、グラブはまあ。バットでいいかな。バットさえ日本の時赤使ってたな、最後らへん。黒と赤もかっこいいな。これでいこうか。オッケー。ん？あ、でしょ。お、ガンガン上がる。ミートもうちょっとで A 行くな。あ、あれまだ12か。あと2回行かないと。A なんないね。アイテムをやりましょう。あ、もう9になってる。これバット持たずに行ったらどうなるんだろう。ん、休もうかな。うん、ね、全然回復しないな。さあ次はどうしよっかな。飛ばすか、このままやるか。お、100安打。うーん、次誰だっけ。あー、ブリュワーズ飛ばそうか。ブリュワーズまで。はい、では飛ばしてきました。試合やっていきましょう。ブリュワーズ
あれ2試合少な。はい、試合ですね。相手は、あ、フィルダーとかまだ現役でやってる。あ、ニクソン。ねえ、ケンドール、ジェイソン・ケンドールか。リッキー・ウィークス、マイク・キャメロンか。結構知ってる選手いる。こっちクリフリー、エースだね。行きましょう。オハイオ州クリーブランドのホームね。さあ、あ、チャンスだ。チャンスではないかな。まあ、ランナー出てると。今シーズンは好調なバッティング。なんか防御率悪いな、みんな。ヒットの数では現在リーグトップに立っています。現在6試合ヒットが続いています。何、ショート取った、二塁はセーフ。嘘、フィルダーチョイス。あれヒットじゃない。がっつりいかれたな。クリフリーどうした。インディアス、この回は球界でも随一なんだこれは。能力は絶好調の高橋、ヒットの数では現在リーグトップに立っています。走れ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 。高く跳ね上がりました。いや、オッケー。理想的な内野安打だったの今。イチローが時々やるやつ。前の打席でヒットを放っている高橋、ヒットの数では現在リーグトップに立っています。現在打率は4割2分。スプリットか。さあ、初球空振りから低め外れてボール、ワンストライクワンボール。スプリット投げんだね。アウトサイド打った。あー、取られるか。オッケー。ハフナー、二塁バッター。あー、無理か。オッケー。お、あー、チャンスじゃないね。うん、引きずり下ろしてあるね。ダメ、取られる。落とせ。大味だなこの試合。ピッチャーただ投げてるだけみたいな。あー、こんなやつに打ち取られた。めっちゃヘロヘロなのに動かしすぎた。いやー、まあ、まあ普通の成績か。うん、まあ、勝ったけどなんか。2試合やるうちの片方はデイゲームで片方はナイトゲーム。オッケー、何ともない。イベントがない。はい、ということで今回はここら辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回サッカーのゲーム実況パワーメジャー2009でお会いいたしましょう。さよなら。